はい、エントリー終了。当たりますように。はーい、残念。おはようございます。今日はね、どうしてもね、欲しかったスニーカーが今日発売日だったんだけど、残念ながら買えませんでしたっていうのもね、争奪戦になることが分かってたんだけど、このところね、結構調子良かったから買えるかなってちょっと思ってたんだけど、全然ダメ、落選ということで。で、あとね、昨日の晩、インスタ360がね、新商品発表しましたけど、いや、めっちゃ欲しい。なんだったら、DJI のね、ポケット2よりも欲しいんじゃないかっていうような機能で、これについてもちょっと後で話そうと思います。今日めっちゃ天気が良くて、もう川がもうキラキラしてる。で、今日はね、ちょっとさっきも言ったように、ちょっと欲しかったスニーカーが買えなかったりしたんで、ちょっとね、甘いものでもちょっと補給してこようかなと思います。はい、どうもこんにちは、おむかぐです。今日はね、結構いろいろ盛りだくさんというか、個人的にいろいろあった日なんですけれども、まずね、朝一番でね、スニーカーの争奪戦に参加していました。はい、で、結果はね、落選ということだったんだけれども、本当欲しかったスニーカーなんでちょっと残念で、今年ね、下手すると今年1、2ぐらいを争うような、争奪戦になる人気スニーカーの発売日だったんですね。で、それにね、朝から参加してたんですけれども、残念ながら、落選ということで。あとね、今日10月29日なんですけれども、昨日の28日の夜11時ですか、インスタ360の新商品、インスタ360 1X2 がですね、発表されましたね。これがね、結構もう本当に物欲をくすぐるというか、結論から言うと僕はまだ買ってはいないんだけれども、下手するとね、 DJI のポケット2よりもグッとくるような、カメラになってたんで、ちょっとね、今日はね、それについてちょっとお話ししようかなと思っているんですけれども、あともう一つね、待ちに待ったものがセブンイレブンで発売されたんですね。で、それがこちら。はい、じゃーん、ウィーン発祥ザッハトルテですよ。これはスイーツなんですけれども、オーストリアのウィーンに行ったことがある人なら、ほとんどの人が多分口にするだろうって言われる、超有名なスイーツなんですね。で、これがね、ここのところセブンイレブンで毎年、発売されていて、僕もね、あったら買うっていう感じだったんですけれども、それがね、今日また、発売されたということで、早速買ってきたんで、ちょっとこれを食べながらですね、インスタ360の話なんかしたいなと思うんですけれども、まず早速ね、このザッハトルテ、ちょっとさっきちょっと軽くね、写真撮ったり映像撮ったりしてたら、ちょっと端をちょっとぶつけてしまったんですけれども、でね、早速ちょっと食べてみようかなと思うんですけれども、このザッハトルテってね、どういうものかっていうと、はっきり言うとめちゃくちゃ甘いチョコレートケーキで、中に今アンズのジャムとかが入ってるんだけれども、ウィーンのザッハホテルっていうのがあるんですよ。そこが発祥のスイーツなんですけれども、長い間こう門外不出と言われていて、オーストリアということもあって、いわゆるそのハプスブルグ家とかですね、あの辺の華やかな歴史なんかと絡みつつね、今は結構このザッハトルテもいろいろこうのれん分けみたいな形で、日本でも結構食べられると思うんだけれども、僕は今から約20年ぐらい前にオーストリアに行ってるんですけれども、その時はね、まだね、多分日本でそんなにこういったコンビニなんかではもちろんだし、日本でも百貨店とかでは多分ね、食べられなかったと思うんですよ。だから、オーストリアに、ウィーンに行く人はね、みんなこれを食べてる感じで、ただね、当時はね、僕はね、行った時は、めちゃくちゃ貧乏旅行だったっていうこともあって、食べなかったんですよね。で、それがね、ずっと心残りではあったんだけれども、今はね、こうやって手軽に食べられるようになったんで、今回も早速ちょっと食べてみようかなと思います。もうね、このアンズのジャム、くちゃ、これ。わかりますかね、これ。アンズのジャムです、アンズのジャム。じゃあ、これ、早速。うまい。甘いけど、いや、これはね、美味しい。いや、これはね、やっぱりね、めちゃくちゃ美味しい。
うん、これね値段はね、税込み332円、なのでまあちょっと高めだけれども、これあのめちゃくちゃ美味しいんでぜひ買いましょう。ちょっと二口目、これ中がねチョコレートのスポンジケーキになっていて、コーティングされているチョコレートとチョコレートのスポンジケーキの間にアンズのジャムが入ってるっていう感じですね。うん、あでもめちゃくちゃ甘い。はい、じゃあということでね、ちょっとこれは一旦脇に置いといて、昨日発表されたちょっとインスタ360についてちょっと見ていきたいんですけれども、はい、ということでね、これがまああのホームページなんだけれども、まあデュアルレンズということで、前と後ろにね、まあ、レンズがついているというもので、で今回からねやっぱりこうやって手ブレ補正っていうのも、いやかなり手ブレ補正効いてますよね。であとはこれですよね、 GoPro Hero 9でもあったこう水平状態を常にキープっていうようなんだけど、これさすがの360度カメラということもあって、さらに GoPro Hero 9よりも全然効いてますけれども、あとやっぱりこの辺はねインスタ360の、まあ、特徴というか、本当にあの GoPro 以上のこうアクションカムというかね、こうドローン風になったり、あとこういうバレットタイム 3.0 面白いシークエンスが撮れるということで、あと、まあ、ハイパーラプスなんかもやっぱりこう360度映像のなせる映像で、まあこの辺もやっぱりこうドローン風というかね、ここでも今あの撮り方出てますけれども、こうやってあのアプリケーションを使うことで、あのカットが切れている状態でもあのワンカット風にね、こういう風に本当はカットが切れてるんだけれども、まあ、360度カメラっていうことでそれがワンカット風に見せられるとか、いやこれかなり本当にね使い方次第ではめちゃくちゃ面白くなるカメラで、あとこれね手に持ってるんだけれども、この持っているスティックっていうのがほぼ今回から完全に消せるようですね。でこれトラッキング機能もだいぶ強化されているということで、でこれもまあワンカットで撮ってるんだけれども、いろいろ視点を変えることができるっていうね、このねやっぱり使い方がね、あのめちゃくちゃ面白そうなんですよね。でやっぱこれですよね、マルチビュー、あの一つのカメラであのマルチカムっていうのを作り出すことができる、前後で、これはね僕は個人的にはね、あのこのインスタ 360-1X2 で一番試してみたい、そういう機能なんですよね。でこの辺あのサウンドもかなりあの強化されてるみたいで、360度いわゆる、まあ、バイノーラルというかね、あの臨場感のあるあの音っていうのもこれ1個で、まあ、あの録音できるということですね。でねこれですよ、これバッテリー容量がめちゃくちゃアップした、これちょっと後で言おうと思っているんですけれども、あとアップルとの連携っていうのがすごく良くなったんですね。あの機能が本当にあの正当進化っていう感じなんですよ、前機種と比べて。うん、あの前機種から真新しい機能っていうのがそんなに付け加えられたわけではないんだけれども、あのしっかりとした進化っていうか、ただねちょっと一点気になったのは、あのアプリケーションとの連携なんだけれども、あの Android スマホに関してはねかなり高スペックを要求されますよね。まあ事実上、まあハイエンドカメラ、ハイエンドスマホっていうのが、まあ、必要になる。まああのその条件に満たさなくても、まあ、制御はできるということなんだけれども、うん、でまあね、マイクロ SD カードも、まあ、かなり高品質のものが必要ということになりますね。あとカラープロファイルではログに対応していると、まあ、ということでね、あの僕ね実はねこの全機種になる 1X っていうのは、2週間ぐらいねレンタルして使ってたことがあるんですけれども、その時ねあの編集が結構しづらかったっていうのと、やっぱりかなりね PC のスペックっていうのは要求されるんで、あともう一つねものすごく気になったのが、これバッテリーがとにかくねめちゃくちゃすぐ切れるっていうことなんですよ。感覚的にね本当 GoPro よりも全然持たないなと、とにかくねバッテリーが弱かったっていう印象なんだけれども、今回ね、まあ、55% の容量アップっていう風にかなりね大きなバッテリーを積んできたんで、この辺はもう、一番の弱点っていうのも確実に消してきていて、どうしてもね360度カメラだとこうやってスティックにつけて撮影するんだけど、そのスティック部分がね残ってしまったり、この辺のその手元の映像っていうのが今解像感がもうガーンと減っちゃったり、変にこうあの歪んでたりする問題があったんですけれども、その辺もね確実に消してきているみたいで、これは結構あの気になるカメラというか、でこの発表と同時にねいろいろあの日本でも海外でも
レビュー動画っていうのがバーンと上がってきたんだけれども、それも見ててもね、使う人によって全然こうなんだろう、出てくる映像が変わってくるというか、それだけね、いろんなこうバリエーションに対応できる本当に面白いカメラだなというふうに思いました。まあ、今のところはね、まだGoPro Hero 9があるんで、まあ、そっちの方まだまだ使い倒していきたいんで、まだ新しいアクションカムっていうのを買う予定はないんですけれども、で、まあ、王道の GoPro Hero 9と、まあ、物理ジンバルを積んだ DJI のポケット2、それからまあ360度撮影からですね、いろんなこう編集次第ではこういろんなこう使い道のできるこのインスタ360の 1X2 とね、2020年のアクションカムっていうのが出揃ったなという感じなんで、ということでね、まあ、こう新しいアクションカムをちょっと何か買おうかなと思いの方はね、このインスタ360の 1X2 もかなり尖っていて、まあ、かなり面白いカメラかなと思います。ただね、このインスタ 360X2 に関してはやっぱりスマートフォンの、まあ、CPU に関してもそうなんだけれども、編集するね PC っていうのも、まあ、そこそこの性能っていうのが求められるんで、その辺はちょっと気をつけていただきたいなと思います。ということで、今日はこのインスタ 360 1X2 についてちょっと所感を述べつつも、このセブンイレブンから発売されたザッハトルテを紹介してみました。ね、どれもおすすめなんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは今日はこの辺で、音楽でした。